皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。早速ですが、グラブル実況やっていきます。画面にも出ているけど、メガネさんの上限解放きましたね。かっこいいけどこの羽あってらしいです。マジで、確かに公式に書いてあるな。奥義ゲージ上げれたりバフできたり強いんだけど、この人のデバフはよく外れるね。レベルが90以上に上がっていくとその辺当たりやすくなっていくみたいです。ところで今日は何をやっていくの？今のイベントと先日のアップデートで、ウフ特性の渾身スキルが強制ありました。その検証をやっていくぜ。サンスロットのイベントで、復刻して調整したから倒しやすくなった。けど実況操作のチーフさんはトラウマです。初期は HP 半分からの撤回がデバフ入れても非常に硬かったな。で、検証の内容だけどアプデ前とアプデ後の動画を比べてみたいと思います。なるべく同じように揃える努力はしているけど、たまたま取っていた部分も大きいので、若干の誤差はあるで。バフ関係の表示も後で前と後では細かく表示されるようになってるから注意ね。後で前の画面を右側に表示していくぜ。奥義発動の段階を揃えてみました。左は HP ほぼ満タン、右は2割くらいダメージあるだけ。デバフはピンハーくらいだけど撤回前だから特に関係なしね。奥義倍率のバラクタ攻撃も1割くらい後で前のが強いね。ちなみにピンバルは1本しか装備していません。武器級は後で前はレベル8は後で5が9です。メガネの奥義かっこいいぜ。少し倍率上がってる感じ。クリティカル付与がついたね。この辺から結界が入ります。ここからに画面の意味は特にないから戻すぜ。注意点は結界時にデバフ消えるから温存しておかないと倒せなくなるよ。初心者や中級者には辛いボスだぜ。これね、話は変わるけど、あまりグラブルをやってる人もやったことないのよ。ゲームやってる人に聞いてみてもあまり印象が良くない返事が来るぜ。ああ、アンチラのやつね、破壊割れるよ。容赦はせんぞ。実際ある程度はゲーム内のドロップ武器で強くなれるからそこまで加算しなくてもやっていけるぜ。逆に時間が取れない人には辛いゲームかもね。そうこうしているうちにそろそろ倒しそうですよ。ブレイク時のキャンキャン怖いね。特性でいけるかなと思ったら絶対入らずオーバードライブ奥義で即死しました。どこでも闇光マンにありがちですね。とりあえず、今回はこんなところです。動画作りに不慣れなのでなかなか難しいです。時間が取れれば次も上げていきたいぜ。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。